番元気チーター元気チーター。はい、ありがとう。この進展の船出をね、表してると思うんですよね。エルコレ×グループゴールド、1000万プレイヤーを10名輩出したゴールド名古屋から新店舗が誕生する。ワールド名古屋、日本一ド派手な小箱が嵐を巻き起こす。ワールド名古屋の社長に就任する桃塚俊。今回彼に密着し、社長就任への思いなどを語ってもらう。そして新店オープンに向けた運試しを敢行。一体どこへ向かうのか。HostTV.com。 前回新店ワールド名古屋社長に就任する桃塚俊に密着。社長就任への率直な思いなどについて語ってもらった。今回は競馬場で新店がさらなる飛躍を遂げるのか運試し。果たして結果はどうなったのだろうか。じゃあ俊さん、今日はもう何レースやるとか決めてんの？まあ3レースぐらいときましょうか。3、4レースぐらいはがっつり。じゃあまあ掛け金はお楽しみだ。まあ、あのお手柔らかにお願いします。次のレースの多分パドックがあるんですよ、向こうで。はい、アオマさんたちのこう今の状態を見るようにして、そっち行きましょうか。いやいや、入念に馬の状態を確認する俊。今これで状態見極めてるんです。僕らって女性相手にする仕事じゃないですか。はい、まあ、正直僕らね、男なんで女性の気持ちなかなか分かんないと思うんですよ。うん、じゃあそれを分かるためにはね、じゃあどういう訓練をすればいいのかって言ったら、人じゃないものを見極めることによってやっぱ女性を理解できるんじゃないかなっていう逆算的な発想ですね。なるほど、ホストとやっぱつながるんですね。はい、やっぱりあると思いますよ。馬のチェックと馬券の購入を終え、スタートに備える。10万をかけたレースですね。結構緊張するっすね、割と。何番と何番？4番と9番、はい、2着とも3以内で、うん、嬉しい感じです。さあ、それでは始まりました。早速出走。ありがとう、ありがとう。まずはやってまいりました、10番元気チーター、元気チーター。はい、ありがとう。いいよ、してるしてる。いやー、たまらないですね。夢は見させろ、夢は、夢は見させてくれよ。夢はせめて熱くさせてね、熱くさせてね。ゴール4球、4球ワイド、4球ワイド、4球、本当に4球ならさ、頑張れ元気。9球だ、9球だ。いや、マジェスティック単勝だったね。マジェスティック単勝っす。すごい。わー、元気量さん、元気量さんだ。くそ、いくらだったかだよね。この新店の船出をね、表してると思うんですよね。うん、そんなうまいこといかないよって、うん、最初はね。うん、最初当然こんなことも起きるよっていう僕に教えてくれてるわけですよ。ここからですね。はい、まあ、まだ取り返してますもんね。しました。今回かける2回目で、さっき1000円、うんうん、まあ、実はね、隣にいた新聞紙元おりちゃんが、はい、9番絶対これ来るよって言ったんで、僕は盗み聞きしちゃいました。それで知ってたんでしょうね。そうなんですよ、今日のご飯代が来ました。でもここからもっとかけたくなりません？かけたくなりますね。どうします？これ全部かけます。おお、さすがギャンブル。まあ、でも堅実にね、俊さんがやっぱり堅実なんで、うん、僕も次のやつもやっぱ変わらず1000円で徐々に増やしようかな。徐々にが一番いいっす。徐々にが一番いいです、ほんと。ちょっとカメラ来るとちぎれないじゃないですか。面識が多いな。
いてのレース桃塚旬の夢を乗せて走ります。結果はどうなるのか。うわでもカーンどうなの。来た来たカーン NO 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 うわ4うわいかつうわぁ、マジっけ。いや、B なんだけど。いや、そう、6頭のうちのさ、5着が表示されてさ、唯一1着が次表示されてない数字がこれです。えぐいわ。ゴールド名古屋から緊急告知。歴代史上初、東海エリア最高額ゴールド名古屋入店者に日当2万5000円を支給。詳細は概要欄をチェック。最後です。ところは今のは全部振りだから。確かに振りですよね、うん。マジで振りだから。ね、わざと、はい。全部わざと。マジでわざと。うん、俺分かってるから。負けて。うん、当たり前、ね。当たり前です。当然です。このオチを。ちゃんこ鍋も。はい。しっかりやるよ俺は。しっかりやりますよ。しっかりやりますよ。今まで以上に気合が入る。もう迷わない。もう迷わない。決まってる。はい、皆さん今までも全部振りだったんで。もう迷わない。自分の勝負感を信じ馬を選ぶ。決めます、うん、見てください。この俺の自信に満ちたこの姿。来た。さあ泣いても笑っても最後のレース。最後の勝負です。うん、大勝負。今の全部振りだったんで。振りなんで、うん、一体どうなる。いいよ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 。見えてます見えてます、見えてます見えてます見えてます。はい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 。手応えあり。はい、待て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 。偉そう。伸びた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 。カモン。はい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 。無傷の3連勝、2つ目の準々勝、弥富記念を制しております。結果は3レース全て残念な結果に。運試し失敗。はーい。まあ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 、こんなこともあるでしょうよ。後輩たちからもかける言葉が後輩たちからの言葉が出てません。持ってなかったね。運試しでしたけど今日。要はあの心してかかれってことですよ。そういうことですよ。ここからね、いろいろ苦悩はあるかもしれないけど、うん、そうそうそう、心してかかれってことです。それ多分ありがとう。この今回の結果踏まえて、はい、ワールド名古屋、はい、どんなお店にしていきたい。ああ、うまくいくのは当たり前。別にこれ負けたとってうまくいくのは変わんない。あとはあのどんだけうまくいくかなんで、まあ僕の頑張り次第ってことですね。今日は帰りましょうか。反響あったらね、もう一回やるんで。またやるんで。反響あったら次はぜひ東京で。ああ、東京やりたいですね。行きたいですね。